お帰りなさい、コンくん。ただいま。七夕ドリームチャレンジ優勝は鴻上クラゲペアだ。鴻上おめでとう。おめでとう2人とも。ごめん姉ちゃん、屈辱的な取られ方した。やっぱ最強だね。心配して損した。優勝頑張ってくれてありがとね。いえ、コンくんこそ。誤解の方は、ココナが正直に学園長に話してくれた。自分の発言は全部嘘だったって。だから戻ってこれた。そういうことよ。優勝おめでとう二人とも。そして二人の愛を疑ったこと謝罪させて。規則とはいえ謹慎なんて辛かったわよね。いえ、こちらこそご心配おかけした上に学園まで悪く言われちゃったし。そんなことはいいのよ。二人が理不尽に引き裂かれることがなくて本当によかったわ。よかった。これからも一緒にいられるんですね。ういちゃん、おめでとう。これで願い事も叶うね。でも大胆な願い事だったからちょっと心配。あ、そうだ、優勝カップルは一つだけ願い事が叶うんだった。一日だけ警報を解除でしょ。いいなあ。そうだ、私たち過去ほぼ私の願い事って学生らしい交際をしてほしいから各部屋に設けてある過度なスキンシップ禁止の警報、それを気にせずラブラブしたいってことね。お年頃だもの、当然よね。学園の責任者としてはためらわれるけど約束だもの。もちろん叶えます。キャー、うん、解除するのは明日の8時から20時2人の部屋だけ。くれぐれも節度を持って。鴻上くんは意味わかるわね。はーい。ん？やったね、くっつきたい放題だ。後で何があったか聞かせてね。よかったね。昨日まで不安で不安で仕方なかったのに頭が追いつかない。明日コンくんと好きに触れ合える。8時から20時土曜日でお休みだからほぼ一日中ハグはするかな、したいな。キスは、いやー眠れない。ママとパパみたいに憧れてた本当のラブラブな恋人に明日なれる。コンパパが私にやらせたってことは本当に言わなくてよかったの？学園長さんに。いいよ、今はまだ学園長もあいつをかばうだろうし。え？あ、そっか、コンパパってセブンオーシャンの。あ、来ちゃった。朝ごちそうさまです。うん。最新のリボン1月特大号はお待たせ、コケッちゃん初連載魔法ファンタジー、カラー41ページ、ルルテル、ルル魔法学校においでよ、圧倒的支持率、AI 婚活学園ラブ、表紙&関東カラー43ページ、ミノポン先生のウィコン、冬でも激アツ、シュワキュン旋風、カラー41ページ、村真由先生のハニーレモンソーダ、そして今月の付録はビッグネコバッグ、トラ柄がお目立ち、毎日持ちたいおしゃバッグ、ボトムとコンパクト、薄くて軽いよ、さらに呪術廻戦のシールもついてくる。劇場版呪術廻戦ゼロは12月24日金曜日公開、リボン1月特大号は大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメント
動画も見